はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、3月の23日の木曜日、この動画投稿日にですね、第五人格にアップデートが来るんですが、ここでですね、新しいいろんな調整であったり、あるキャラクターの調整、そしてですね、前回こちらの動画で紹介した、衣装復刻投票のね、結果なんかもね、紹介していきたいなというふうに思いますんで、動画の方によかったら最後まで見ていってください。では早速ね、こちら紹介していきたいと思います。まず最初にですね、ゲーム内に、いくつかの調整が入ります。一つ目がこちら、設定に対戦内フレームレート減速をオフにするオプションを追加しました。オフにすると対戦中にフレームレートが低くなっても画面精度調整通知が表示されなくなります。ということでこちらですね、皆さん第五人格をやっていて経験があると思います。このね、ゲームをプレイしていて左側に、この現在フレームレートが落ちています、フレームレートを下げますかみたいなね、そんな通知が来てね、ちょっと試合中うわこれ邪魔だなとかね、なったりね、したことがあると思うんですが、今後はですね、これがねならなくなります。設定からですね、こちらの通知が来ないように、オフにできるね、機能が追加されますんで、この通知が来てほしくないよって方はね、今後、この機能を使ってね、この通知が来ないようにしてください。もちろんね、この通知をオフにしなければいつも通りとか今まで通りね、やることができますんで、こちら自分のね、合ったやり方をやってみてください。そして次の調整がこちら。標準モードで観戦と録画再生を行うとき、右側の状態枠がデフォルトで展開された状態になりました。ということでですね、これもね、嬉しい方多いと思います。観戦するときにですね、右側の、ところ、を今までは押したら、このアイテムの、状態とか確認できるようになったんですが、これがですね、いちいちちょっとボタン押すのがね、めんどくさかったんですよ。それが今後は、もう最初からですね、このアイテム枠、なんかが、見れるようになりましたんで、こちら、すごくね、楽になります。そして次の調整がこちら、夜の番人の通常攻撃アクション表現を、改善しましたということで、これはね、実際のアップデートが来て、どれくらい変わったのかね、見てからじゃないと評価がすごくしづらい部分なんですけど、現状ですね、かなりこの新ハンター夜の番人イタカの、攻撃の仕方が分かりづらいという声、結構聞きます。これによってね、フライホイール効果を使うタイミングを間違えてしまったりなど、割とね、この攻撃の動作って小さいことのように思えて結構試合において重要なんですよね。なんで、こちらの攻撃の、仕方が変わるということで、このね、実際どれくらい変わるかはまだわかりませんが、どちらにせよサバイバーにとって、少し嬉しいような、調整になるんじゃないかなと、個人的にね、予想をしております。そして次の調整なんですが、iOS デバイスにて、インデが帰宅スキルを使用した時の照準位置を調整しました。というね、調整が来ました。主にね、このスマホ版でインジャーを使っている方、この帰宅のスキルの、ちょっとね、この照準が変わってますので、今後第五人格でランクマッチなどをプレイするときはちょっと注意をしてみてください。そして調整内容、最後ですね、次が最後ですが、なんとですね、僕が今この使っているキャラクター、この、浪人業種にですね、なんと強化が、1点の強化が入ります。それがですね、今、相手泥棒なんですけど、泥棒との、関わりがある調整内容となっておりまして、その内容がですね、浪人業種が懐中電灯とフラッシュライトによって気絶させられた時、牢を周囲に散らすようになりました。というような、調整が入りました。これね、逆にですね、今までなんで、この泥棒のライトで、牢が出ないねんって思ってた方も多いと思うんですけど、そういったね、問題というか、そこがね、解消された、形となっております。ちょっとここ見ててほしいんですけど、こんな感じですね。今までの浪人業種は、このライトを当てられてもね、ローが出なかったんですよ。そう、この気絶したらね、このローが付与、出てくるっていう、性能なんですけど、ちょっとね、ここは、ようやくかといった感じでね、すごく嬉しい方多いと思います。結構最近の環境だとね、この泥棒が本当に一気に増えたっていう、そんな印象があるので、そういったね、泥棒が増えつつあるこの環境において、この調整があるというのはすごく大きいですよね。はい、という感じでね、この泥棒のライト、フラッシュライトも当てられても、ローが溜まりますんで、今後、泥棒を使う方、そして、このね、浪人業種使う方はね、これ頭に入れて、ぜひ第五人格をプレイしていただけたらな、というふうに思います。そしてね、次の情報いきます。次なんですが、先日行われた、第五人格のね、衣装復刻投票についてです。こちらですね、皆さんの投票によって、大量にね、衣装が復刻することが決定しました。この復刻の数なんですが、かなり恐ろしいことになってます。なんとですね、衣装の数が全部で11衣装、そして携帯品が7個ですね、全部で復刻します。いや、本当にね、すごいイベントですよ。ではですね、何が復刻するのか、紹介していきたいと思います。まずですね、こちら衣装復刻投票なんですが、ショップ部門が、
1位から6位までが、布告ということになってまして、まず6位がですね、こちら患者の、星々という賞が、26万2120票にて、ランクインしました。まずはこちらの、ね、URE 賞が1つ、この布告されます。そして第5位が、妻子のモーガン・ルフェ、こちらがね26万8215票にて、第5位となりました。で、妻子なんですが、同時にね携帯品も、復刻します。 SSR 携帯品の、こちらの一歩の距離という、携帯品も同時に復刻します。そして続いて第4位なんですが、心理学者の長い夜という URL 賞が、28万2656票で、第4位にね、ランクインしました。まあ、こちらね、まあ、先ほどの患者と同様に、割と最近登場した URL 賞となっております。こちらに関してはね、携帯品はありません。そして第3位ですが、医師のホタル、こちらがですね31万3322票にて第3位となりました。まあ、この衣装ね本当に可愛くて、もう昔からずっと大人気な、衣装なんですが、同時にですね UR 携帯品も、登場いたしますんで、すごいね可愛いんで UR 携帯品もぜひチェックしてみてください。そして続いて第2位ですが、バーメイドのソルトモクテルという衣装が、41万4572票にて、2位に、ね、ランクインしました。こちらもですね、同時に SSR 携帯品のビーチサングラスという携帯品がね、復刻いたします。そして栄えある第1位ですが、こちら囚人のですね、UR 衣装、まあ、こちら調査員の UR 衣装が、43万2049票にて堂々の、ね、第1位と、なりました。まあ、こちらですね、同時に、UR 携帯品の方も、すごい派手で、ね、かっこいい携帯品もね同時に布告がいたしますんで、ぜひこちらチェックしてみてください。でですね、今回ショップ部門なんですが、これだけでは、なくてですね、さらに、この復刻する衣装というのがあります。それがですね、追加復刻枠という、まあ、過去2年で復刻しなかった衣装が、2つ、あるんですが、その1つ目がこちらリッパーの、この僕がね今画面で使っている白色の、衣装、こちらがですね追加復刻枠の1つ目の衣装として、登場します。こちらね同時に、SSR 携帯品の方も復刻します。そして追加復刻枠のもう一つの衣装ですが、傭兵のチェシャ猫、これがですね、UR 衣装なんですが、こちらも、復刻します。で、これではですね UR 携帯品の方も同時に復刻しますので、まあね、こちらの2つに関しても追加で、復刻が決定しました。そして次にですね、こちらガチャ部門、神髄部門も、紹介します。ここからは2つの衣装が登場するんですが、もうこれ一気にいたします。第1位白黒無常、そして第2位写真家、こちらのね、以下の2つの衣装が、今回、ね、復刻する形となりました。で、この復刻の期間なんですが、3月の23日のメンテナンス後から4月の19日の23時59分までとなってますんで、まあ、ぜひねこちら購入する方は、この期間、超えたらね購入ができなくなりますので、注意をねしてください。でですね、こちら、このね、気になるこの販売の値段についてなんですが、なんとショップの衣装に関しては、今回ですねかけらでも購入ができるようになっております。こちら UR 衣装の場合は2888エコー、もしくは12888かけら、 SSR 衣装の場合は1388エコー、もしくは4888かけら、そして UR 携帯品は1888エコー、もしくは8388かけら、SSR 携帯品は1068エコー、もしくは3888かけらという風に、ね、なってます。まあこのね本当にこのかけらで買えるっていうのがね、このイベントの本当すごいことなんですよね。すごいところになってます。なんでかけらね結構溜まってる方、ガチャねいっぱい回してもうかけらいっぱいあるよっていう方は、今回ねお得にねゲットしてみてください。で、こちら注意点がありまして、神髄部門、まあ、ガチャ部門のですね、白黒無常、そして写真家の衣装なんですが、この2つに関しては、かけらではね、購入することができません。こちらエコー限定となってますので、まあ、この2つの衣装をゲットしたいよって方はね、ここ注意をしてください。ということでね、この復刻する衣装の紹介が終わると思いきやまだあるんですね。なんとですね、この同時の、同じタイミングでですね、別のイベントで復刻する衣装というのがあります。それがですね、まあ、僕が今使っているこのキャラクターリッパの、別の衣装ですね、UR 衣装のサンズの川を渡るものというで、めちゃくちゃかっこいいもう死神のような衣装なんですが、これがねまた別のイベントで、まあ、この彫像がね、作られるんですが、これを記念したイベントが行われまして、このね UR 衣装、そして、UR 携帯品の方がですね、全く同じタイミングでショップに、ね、復刻いたします。まあ、こちら販売期間が、3月の23日のメンテナンス後から、4月の19日の23時59分ということで、まあ、先ほどの衣装復刻投票と、全く同じですね。はい、こちらも復刻いたします。しかもですね、このリッパーのイベントなんですが、新しい、アイテムというのもねショップに販売しまして、それが SSR ペット、
バフォメットというね、まあ、この可愛いね羊みたいなね、ペットが新しくね登場します。でこれなんですが、まあ、リッパーの専属の、衣装かなと、あ、衣装じゃなくてペットですね、専属のペットかなと思ってたんですけど、なんとこちらは、サバイバー共通のペットということで、まあ、サバイバーのみんなが連れていける、ペットという、ね、仕様となってます。でこちらね、888エコーもしくは3188かけらで、購入することができますので、まあ、この可愛いペットね、ゲットしたい方はねゲットしてみてください。ということでですね、3月の23日のアップデート情報だったんですが、いかがだったでしょうか。いや、とてもね、内容がてんこ盛りでね、特に衣装の復刻がね、めちゃくちゃ熱い、そんな感じになってます。いや、すごいよね。こんなに大量なものがね、復刻するっていうのは、もう、ちょっと前の第五人格では考えられなかったんですよね。そう、ちょうど1年前から、この運営さんがね、こんだけもう大盤振る舞いしてくれるようになって、本当にもうすごいことになってるんですけど、いやー、こちらのね、機会に本当はぜひね、この衣装持ってない方ね、ゲットしてみてください。で、まあ、今回ね、この衣装復刻投票なんですが、まあ、調香師のこよいこそとかね、連続で、まあ、2年連続でね、復刻してたものは、この対象に入ってなかったんですね。まあ、なんですけど、来年からまたね、この復刻投票の対象になるので、まあ、そちらも欲しいよって方は、まあ、来年ちょっと待ってね、来年の投票にかけていただけたらいいのかなという感じです。はい。まあ、あとはね、今回動画の最初に紹介した、フレームレートの通知とかがね、来ない、やつ。あれめちゃくちゃいいですよね。本当にあれ、結構ね、嫌なんだよね。ランクマッチ中とかに来ると。すごいね、だから快適になると思います。まあ、LINE の通知とかね、まあ、いろんな通知とかは、まあ、この携帯のね、おのおの設定で、まあ、できると思うんですけど、まあ、ゲーム内の通知はね、どうしようもないんだよね。そう。だから、本当ね、嬉しいですね。なんでああいうことが起きるんだろうね。まあ、特にスマホだとすごい起きるイメージがありますけど、まあ、ほんと今回の調整だったと思います。いや、リッパーの今の攻撃当たるのおかしいでしょう。いや、本当に。いや、リッパー衣装復刻する前に強化来てくれって思うけどな。いや、本当に人気なキャラだからね。まあ、それはずっと思ってますけどね。いや、まあ、リッパーに関しても今回 UR 衣装2つ来ますから、この復刻がね。いや、本当にいいね。うん。あとですね、まあ、このアップデート、23日のアップデートなんですけど、まあ、今回紹介したものだけじゃなくて、新しいイベント、オルフィオのゲームというね、新しいイベントがも登場するんですよ。まあ、なんでこれに関しては実際に、まあ、アップデートで追加が来てから、動画で紹介しようかなと思ってるんで、まあ、ちょっとね、まあ、今日のこの動画投稿日、まあ、3月の23日のお昼頃にね、まあ、アップする予定なんで、まあ、こちらに関しても楽しみに待っててください。過去に出た情報だと、オセローゲームみたいなのかと、あと人狼ゲームみたいなのがあるらしくて、まあ、どっちかが来るのかな、どっちも来るのかな、ちょっとそこに関しては、詳しくはわかんないんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、実際にそのアップデートが来たら、紹介しますんで楽しみにしててください。すごい面白そうですよね、話聞くだけでもね。ついに第五人格でもそんなゲームができるようになったのか、というところで、まあ、実際どれくらいの感じか、やりますんで、まあ、ちょっとお昼、楽しみに待っててください。あとなんかそのアップデートでも、報酬とかもあるのかな、うん、まあ、そこも楽しみですね、すごくね。はい、ということで、皆さん今回の動画ね、ご視聴ありがとうございました。またね、新しいアップデート情報だったり、まあ、いろんなね、新しい情報なんか動画にしていきたいなと思いますんで、もしよかったらね、チャンネルの方チェックして、チャンネル登録もしていただけたらね、とても嬉しく思います。ということで、今回もね、動画ご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。